はい、またなじみリトカのトラクマ、お生きに死んだ、まだね、一応今日は6月まだなんですけどね、この段階で小倉競馬の話をするというね、今年はそんな日程になってますけども、今年も CBC 賞は小倉でやりますということでね、 1200m の多分すごいスピードレースになると思いますが、リトドキタマたちの話をですね、山本トラックマンと林美希トラックマンとやっていこうと思うんですが、まあ、やっぱり販路がね多かったんで、この販路の2人に来てもらったっていうのもあるんですけど、2人とも販路なんでね、普段今日はコースの話も僕が責任持ってお、やりますわ。ああいう順でいつも通り、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。姉御肌、はい、まあ先週ね、うん、こうジョッキーが持って、はい、まあ、最後ハミかけた程度でね、うん、早い時計も出ましたし、うん、まあ、楽にね、まあ、交代も出て、うん、まあ、とりあえず手先が軽くてね、うん、こうピッチの効いた走りでね、うん、もう馬自身にも活気がありますわ。だから1002っていう距離がね、デビュー戦の時とか、はい、小倉2歳の時と2回しか、だから2歳の時に2回しか使ってないんですけど、うん、久々になるんですけどね、今の雰囲気やったらもう1000人でもこの距離でも対応できそうなぐらいの勢いもありますし、まあ、自身は成長してるでしょうし、うん、まあ、そんなスピード負けすることないと思いますわ、はい、いいんちゃいます、デッキ、うん、どうですか。私も先週と今週ですごいさばきが軽いなと思ったのと、うん、まあ、あとはレースでね、筋量も49キロで出れるんで、すごい筋量的にも恵まれた印象もあるんで、うん、ここはちょっと好勝負期待かなと思いますね。なるほど、はい、アンコールプリュー、はい、まあ、先週のコースもちょっと抑え気味でしたしね、うん、まあ、今週の販路もちょっとやっぱり抑え気味なんですよ、うん、だから、まあ、だいぶこう何ですかね、馬がまあ前進規制強いっていうところ、うん、強めに出てるっていうところあるんですけど、まあ、下もはみ越してるような感じで ね、うん、でしたね、もうちょっと集中力が増せばって感じあるんですけど、まあ、にしてはね、離したらこうシャープにも伸びてますし、うん、だからそういう反応みたいなのはまあいいと思いますわ、うん、だからまあ競馬行ってね、あとはまあどんだけ落ち着いて競馬できるかっていう感じちゃいます。馬見てもね、馬体見てもすごくね充実してるような感じありますし、なるほど、このまま雰囲気悪くないと思いますが、もう7歳牝馬ですけどね、はい、ただでもなんか調教も結構動くけど、うん、なんかあんまりね、うん、レースでその良さが出てないっていうか、うん、なんか動くからスピードが、うん、ね、気象の問題も頭も頭あると思うんですけど、うん、そうなんですよ、ね、うん、そんなに特段目特段ね、あれではなかったかな、うん、感じですね、はい、カリボール、はいはい、馬の形見るともう1002っていう感じじゃないんですけど、うん、ね、まあまあ選手のねコースの合わせ馬なんかでもこう前に出る時の反応なんかはすごく良かったですし、うん、まあ、雰囲気いいなと思ったんですけど、今週はね反応単差やったんですけど、うん、ちょっとね推進力がこう上に逃げるような感じでね、なるほどね、時計ほどのこうなんていうかスピード感みたいなあんまり感じなかったんですけど、うん、ラスト特にね、うん、まあ、その辺がどうかっていう感じですよ、うん、なんかでも逆にあんまりそんなにスピード確かに出てない感じには見えたんですけど、うん、最後まですごい楽でしたし、うん、無理はしなかったね、見た目以上に時計が出てるってことで私はいいのかなっていう、なんか雰囲気は結構いいのかなとは思いましたね、うん、なるほど、ちょっと喧嘩分かれた感じですか、シフトのレジーナ、はいはい、これコースコースでした、はい、まあまあ抑えながらでしたもんね、これね、うん、余力は十分になりましたね、にしてはまあ離したら楽に加速できてましたし、うん、まあ、反応とか息っぷりなんかすごくいいんでしょうけどね、うん、まあ、ダートばっかり最近ね使われてますけど、なんか芝が全くあかんみたいな走り方でもないですしね、うん、そうですよ、うん、まあまあこの馬なりに順調というところちゃいます、うんうん、これね前回の時も結構よく見えてね、ブリンカーつけてどうなんかなとかちょっと思ってたんですけど、結局結果出なかったんで、うーんと思ってたところもあるんですけど、動きは本当いいと思いますよ、ね、うん、もっとでもピュッて来てほしかったですけどね、うん、なんかなるほどね、なるほどなるほど、そうかそうか、ちょっと芝の短距離だとちょっとそういうところ欲しかったって感じですか、もっとなんかこうガツンと来てほしかったかなっていう感じはあります、なるほど、スティックス、はい、
ビューッと走ってきてね、うん、もうなんかダラダラってなる なんか勢いよく回ってきましたけどね、うん、なんか最後はねなんかちょっと一本上司な感じあるんですけどね、うん、今回なんか右側だけチップイシつけとったんですよ。ほうほうほう。その辺のバグの工夫みたいなのも、まあ、してるみたいなんでね。なるほどなるほど。まあ、それが競馬にいてどうかっていうのあるんですけど、うん、だからまあやっぱりその小回りでもスピード一辺倒でみたいな、うん、レースの方がいいんちゃいます、このまま、なるほど、ね、状況見てたら、うん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 、そんな感じしますわ、うん、だからその、何一生クラスの時も小倉という早い時で勝ってますけど、はい、去年かなとね、うん、だからまあ向くんちゃいますか、こんな開幕週の平坦小回りのねっていうような感じ、うんと思いますけど、はい、そんな感じ、うん、まあ結構なんていうんですかね、走り方というか身のこなしというかすごい柔らかくて、うん、なんかよくは見えるなっていう形は結構好きなんで、うん、スピードだけもあると思います、うん、スピードだけはね、うん、まあ、他とのね兼ね合いもあるんでね、この辺のクラスになってくるとね、やっぱり速さだけで、スマートリアン、まあ、抑えてる分ちょっと頭が高めなんですけどね、うん、ハロンからねちょっと促してもまあ下がりきらんという感じで、にしてはね、まあ、手先なんかすごく軽いんでね、うん、それでもこうスピード感はあるように見えるんですけど、うん、その辺がねもうちょっと良うなればとは思うんですけど、うん、まあいいんちゃいます、いつもまあ調教時計は出る馬なんでね、うんうん、まあ、その通りに時計も出ましたし、うん、まあ、いつも通りの雰囲気って感じですわ、うんうん、体制ビジョン、はいはい、これもコースですけど、はい、そうですね、なんかもうちょっと頭が下がったらね伸びそうな感じあるんですけどね、いつも高いですもんね、ちょっと頭がね、このそんなところありますよね、ただまあいつも通りに馬には活気ありますし、まあ雰囲気はいいんちゃいます、だから当日ねちょっとあの家族とかでもうるさいとこ見せるんでね、だからその辺のあの当日の落ち着き次第のは、まあ、あるんですけど、この馬に関してはただ具合だけは良さそうですわ、なんか2ヶ月半ぐらい間空いてますけども体もできてる感じですしね、まあ、いつも通りの全身規制でって感じで、これね、まあ、フットワークも、ね、手先が軽い感じなんで、うんうん、ね、休み明けのそのもの、なんですかね、ちょっと ぼやんとした感じっていうのはないかなと思いますね。さて、TM に行きますか、TM スパーナ。はい、まあ、あの多分ジョッキー、今村さんとね、初コンタクトやったと思うんですけど、うん、まあ、コントロールは効いてました、うん、ただまあ最後でちょっとね、まあ、左に持たれるような感じはあったんですけど。ただ残りどれくらいかな、北原のちょっと手前ぐらいから独房サイン出したんですけど、うん、その出した時の反応が良かったですわ、すごく、うん、だからもう今回中一周ですけどね、うん、まあ、状態キープできてるんちゃいます、うんうん、とは思いますけどね、この間の競馬見とったらもう十分チャンスありそうなんですけど、うん、まあ、格下の扱いですけど当然、うん、まあ重賞でもなんか勝負になるかなって感じはあるんですけど、結構いいかなって気がしますね、うん、次行ってよろしい、あ、どうぞどうぞファストホース、はい、うん、まあ、先週ね、まあ、楽に突き放して、これすごかったですね、最後打ったらもうさらに突き放してという感じでね、さすがこう夏場に調子上げてくるようなタイプの馬なんでね、まあ、具合良さそうな嫌なっていう感じは見て取れましたわ、うん、もう今週の中でもすごくこうスナップが効いてね、うんうん、先の軽い走りですし、まあ、その辺目を引くぐらいのね軽さでしたし、うん、まあまあ順調に一夜でも、まあ、最近結果出てないですけど、うん、まあ、去年ぐらい走れるかというと、まあ、あれですけど、うん、去年はまあ格下の身やったんでね、まあ、去年でも結構休み明けでしたよね確かね、 それでいきなりねこのレコードで走りましたんで、うん、まあまあこのままの力は出せそうな感じですわ、うん、とは何でしょう、モントライズで、はいはい、コースですけど、ええ、まあ何ですかね、行きっぷりだけはほんまにいつもいいんですけどね、調教もそうですけど、ただなんかこう、ね、今週の追い切りなんか歯にかけてもスピード上がらへんからちょっとステーキで一発入れたみたいな感じやったんでね、うん、あの見た目に、なんかその辺もちょっとね、あの最後までこう集中して走り切れればいいんですけど、やっぱそういうところ競馬でもなんかそういう感じありますもんね、なるほどね、うん、なんかいろいろとこうこの馬もなんかあのパドックでホライゾンネットつけてて、まあ、競馬では外すけどホライゾンネットつけたりとか、調教の時はチークピーシーつけたりとか、なんかいろいろと工夫はしてるんですけど、なんかその辺があんまり改善されてけえへんなという感じですわ、
脚力だけあるんですけどね、スピードもあるし、だその辺のもうちょっと集中力が高まってきてね、最後まで走り切れるようになったら本当に、まあ、ええまでになるんでしょうけど、現状はそういうところの気持ちの面の難しさみたいなのが、まあ、ありますわ。まあ、長めから結構負荷は、ね、かかったんで、まあ、それで、ね、どう変わってくるかっていうところかなっていう、個人的にもそんな印象を持ってますね。ベジェロ、はい、まあ、固めの走りですわ、ものすごくこう、ピッチ走法ですわ、むしろもうダートの方がええんちゃってぐらいの走り方ですわ。ちょっと太く的にはね、確かにそんなところあります。どっちかですね、こう右に、まあ、華奢なんでね、体が、まあ、ハンドやったら、まあ、あんなもんなんかなって感じもあるんですけど、ちょっとね右に傾く感じでね、まっすぐ走れへんところがあるんですよね。だからその辺でちょっと非力やなっていうのがなんか見て取れますわ。ちょっと軸が一瞬ブレたようなところありましたね。もうちょっとね、まあ、体が増えては来ないんでしょうけど、まあ、5歳の日までの中でね、もう少しね、あの体幹がしっかりすればいいのになと思うんですけど。ロードベイリーフ、はい、どうですか。いいと思いますね。確かに手応えはもうなんか歴然としてこっちのが良かったかなっていうね、ところありましたけど、そんなにでもなんかやっぱ森田厩舎の調教の、なんていうんですかね、方法的にもそんなにバリバリ時計出す感じじゃないんで、うんうん、まああれぐらいで全然いいと思うんで、前走ぐらいの敵はキープしてると思いますし、はい、うん、まあ、距離も1002の方が多分私的にはいいと思いますね、1000よりも、うん、ね、それは調教師も結構気にしてたんで。あ、そうですか。うん、分かりました。さあ、ね、どうですかね、多分ね、あの梅雨もなんか早く明けてしまって、なんかお天気もかなりいいんじゃないかと小倉も思われるんで、相当ババア良くて時計はむちゃむちゃ早い高速決着が予想されますけど、大体どうですかね、まあ、今があったまたしみんな元気に向かいそうな感じがするので、だから去年のとね傾向をあれするとやっぱりハンデの軽い、はい、そうですね、しかもこうスピードがある前で競馬する馬ですよね、まあ、やっぱチャンスがありそうなので、ね、感じますけどね、まあそうですね、ハンデがねまたねあるんでね、本当ね、そうですよね、まあ、元気いっぱいの馬たちが元気いっぱいやったらいいですけどね、暑い、うん、あ、確かにね、それは言えますよね、輸送、まあ、もあるんでね、本当そうですよね、うん、確かに確かに、ちょっとパドックの気配までできたらね、パドックの気配をね注目した方がいいかもしれないですよね。当日何度ぐらい行くんですかね、またね、それも心配なんで、うん、ちょっと最後の最後まで、まあ、じっくりね、ギリギリまでで可能であればね、見極めて馬券を借りた方がいいかもしれませんね、ということでね、まあ、お伝えして、じゃあ今回は締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。